英銃の許可を与えるポーランド皇、ブワディスワフ一世ヘルマンとその一人息子で父から二代後に、ポーランド皇となる、当時十一歳のボレスワフ三世クシボウスティ、そして皇の許可に、全身で喜びと神への感謝を示す、ユダヤ人たち。カリシュ市長者と、中央市場広場ボレスワフ経験皇、カジミエシュ三世大王カジミエシュ四世、ジグムント一世老、王、 ユダヤ人の自由に関する一般憲章として知られる。は、1264年9月8日、カリッシュにおいて大ポーランドのボレスワフ経験校によって発布された検証。この検証は、ポーランドのユダヤ人の法的地位の根拠となり、これによって国民内国民とも言えるようなイリッシュ語話者による自治組織が創始された。 この検証は1795年の第三次ポーランド分割まで存続した。この検証によって、ユダヤ人に関する事案は、ユダヤ人の裁判所のみが取り扱うことになり、ユダヤ人とキリスト教徒が関わる事案については、別個に独立した法廷で取り扱うことになった。この法令は同時に、ユダヤ人の安全と個人の自由を保障しており、これにより、 ポーランドのユダヤ人たちは、安心して、自分たちの信仰を守り、商売を行い、旅行をすることができた。カリシュの法令は1334年に、カジミエシュ三世、大王、1453年にカジミエシュ四世、王、1539年にジグムンと一世王によって、それぞれ改めて承認されている。以下は、 全部で64の章から構成されるカリシュの法令を抜粋し要約したものである。1、いかなる件であっても、キリスト教徒がユダヤ人を犯罪で告発したい場合は、二人の信頼に足るキリスト教徒と二人の信頼に足るユダヤ人による証言を必要とし、さもなくば、告発は受理されない。2、もし、キリスト教徒が有価証券で示される彼の資産を、 ユダヤ人が本人に断りもなく勝手に抵当に入れたのに、それをユダヤ人が否定していると主張し酷訴する場合、キリスト教徒がユダヤ人の行う制限さえも拒否するならば、ユダヤ人は訴えにあるような事実はないという宣誓を行うことによって、キリスト教徒の酷訴から解放される。7。ユダヤ人とキリスト教徒が、 暴力による喧嘩を行った場合、ユダヤ人自治組織の交換内しその代理人のみが、これを裁き、死の裁判官も領事も、あるいは他の、いかなる者も、この件を裁くことはできない。また、法廷には、ユダヤ人が参加する。12、キリスト教徒とユダヤ人の間の口論が講じて、キリスト教徒が、ユダヤ人に怪我を負わせた場合、顎や指の怪我にはごまるく、 ひどいあざができた怪我には重丸く、ひどい流血を伴う怪我には所有する動産と不動産の半分を医者料としてユダヤ人に支払う。十三キリスト教徒がユダヤ人を殺害した場合は頭には頭をの原則による死刑が適用される。十六ユダヤ人がキリスト教徒の家を訪れた場合、キリスト教徒はそのユダヤ人を意図的に妨害したり不便をかけたり、 困ららせたりしてはならない17、ユダヤ人は、我々の領土内であれば、都市から、都市、地方から地方への移動は徒歩であろうと乗り物による、ものであろうと、一切の障害なく自由で安全に行うことが、それぞれの都市や、地方の法令に沿って保障される。さらに、我々の領土内のユダヤ人は、都市から、都市、地方から地方へ、商品、 財産など彼が所有したり売買したり交換したりするものを一切の障害なく自由で安全に運ぶことが保障される。ユダヤ人は都市の内部に一切の障害なく自由で安全に、かつ期間についても自らの都合に応じて自由に滞在することができる。その際に都市や町に支払う税や公共料金の額はキリスト教徒が支払う金額と全く同じであり、 その他に当局に対して特別の支払い義務は生じない。20、ユダヤ人が我々の領土のうちに宿屋を所有、経営する場合、どの都市や町であっても、彼らは羊や牛をほふりその肉を業務に使用してよい。それらの肉のうちユダヤ人の習慣等に合わないものがあれば、ユダヤ人は自ら適当と思われる方法でそれを他に販売してよい。 22. キリスト教徒がシナゴーグをあざけるという軽率かつ、不敬な言動を行った場合、そのキリスト教徒は、罰金として当局に似たラントの故障を支払う。29. 種術の法令を読まないかあるいは読んでも留意しない。キリスト教徒が物品を求めて、ユダヤ人の家に押し入った場合、そのようなキリスト教徒は、一般的な盗賊内強盗とみなされる。 三十、いかなる事案であっても、またいかなる召喚命令によっても、キリスト教徒は、ユダヤ人を、キリスト教徒が開く法廷に召喚してはならない。ユダヤ人は、キリスト教徒の法廷で判事の前で何らの証言も、してはならない。その代わりが当する、ユダヤ人は、この事案の処理のために特別に任命される交換の、前に出頭する。その交換は、 ユダヤ人を弁護し、かつ、キリスト教徒の法廷からの召喚に対してその、ユダヤ人が応ずることを禁じる。39. ユダヤ人が、キリスト教徒によって、キリスト教徒の地、ないしキリスト教会の備品を、ユダヤ教の儀式のために使用したとして起訴された場合、この行為は、教皇、インノケンティウスの法令では咎めるべきことではないと、されるが、 ポーランドの法律では違法行為であり、もし告発したのがキリスト教徒である場合は、このキリスト教徒は、告発内容を証明するために、我々の領土のうちに居住する3人の信頼に至る、ユダヤ人の有三者と4人のキリスト教徒を、証人として立てなければならない。これら証人たちの証言によって、ユダヤ人の有罪が確定した場合、このユダヤ人は死刑に処される。 反対に告発者のキリスト教徒がユダヤ人の違法行為を立証できなかった場合、このキリスト教徒は犯罪に問われる。1920年代、ユダヤ系ポーランド人の芸術家で、社会運動家のアルトゥール・シックは45枚の合ュ水彩画でカリシュの法令のミニチュア版を彩色した。また、カリシュの法令はラテン語で書かれたものであったが、シックはこれをポーランド語。 ヘブライ語、イディッシュ語、イタリア語、ドイツ語、英語、スペイン語に翻訳した。シックのミニチュア版は1929年に、ウッチ、ワルシャワ、クラクフ、カリシュなど、ポーランド全国で、巡回展示された。ポーランド政府の公的支援により、シックのミニチュア版の展覧会が1931年に、イタリアのジェノバで、1932年に、 ポーランド国内の14都市で、1933年に、イギリスのロンドンで、1940年に、カナダのトロントで、1941年に、アメリカのニューヨークで開催された。ポーランド政府の支援による外にも、1944年、1952年、1974から75年に、ニューヨークで展覧会が開催されている。 1932年にパリのエディションズ・デラ・テーブル・ローデでパリからはコレクター向け限定豪華本として500部が出版されている。シックの原画は現在ニューヨークのユダヤ博物館に収蔵されている。ありがとうございます。